どうも皆さんこんにちは、アジスタンチャンネルのたくみです。今回はこちら、 Apple MacBook Pro 13インチ2016年モデルを紹介していきます。まずこの MacBook Pro を簡単に説明しますと、先ほども言った通り、この MacBook Pro は13インチの2016年モデルとなっています。ちなみにね、カラーはこれスペースグレーとなっていますね。新色ですね。2016年モデルの新色のスペースグレーを選択しました。ちなみに購入したのは Apple のオンラインストアですね。 Apple のオンラインストアだといろいろとカスタマイズできるので、後ほどね、そのカスタマイズした詳細のね内容を説明できればなと思っております。では早速ね、外観チェックをちょっとしていきましょう。まずこちらが表面となっております。はい、こんな感じでアップルのロゴマークしかないですね。どうですかね、わかりますかね、この質感。2016年モデルの MacBook Pro からアップルのリンゴマークがこの感じで光らなくなって、表面仕上げのような加工になりましたね。これは iPhone とか iPad とかと同じような加工だと思います。自分はね、これは今まで の、あのリンゴマークと比べて結構落ち着いているデザインだなと思って結構気に入っています。次に側面を見ていきましょう。右から 3.5mm ヘッドホンジャック、そのお隣は USB Type-C ポートが2つ搭載されています。こちらの USB Type-C ポートでは MacBook Pro 本体の充電の他にもディスプレイポートの出力、最大 40GBps の Thunderbolt 3の出力と最大 10GBps の USB 3.1 Generation 2の出力に対応しています。このように様々な規格に対応はしているんですけど、挿すね、実際に挿すこの物理的なポートの形は USB Type-C ポートなので、その形状等にご注意ください。そしてこちらは反対側なんですけど、先ほど紹介したものと全く同じ USB Type-C ポートが2つ搭載されています。というわけでね、この MacBook Pro にはですね、合計4つの USB Type-C ポートがあるわけですが、全く同じと言ったんですけどね、実はちょっと性能差があるらしくて、先ほど紹介した 3.5mm のヘッドホンジャック、イヤホンジャックがあった側の USB Type-C ポートと、あのイヤホンジャックがない側、こちら側の今映ってるね USB Type-C ポートなんですけど、なんかね、こっち側、あのディスプレイを開いて左側のね USB Type-C ポートの方が若干性能がいいらしいですね。なので、例えば USB ハブとかで、例えばデータ転送、 USB メモリを使ってデータ転送とか、あとは充電とかするときはなるべくこちら側、左側っていうのかな、を使った方がいいと思います。とは言ってもですね、ほんの少しの差ですし、なんといってもサンダーボルト3とか USB 3.1 とかにももちろん対応してるので、爆速っちゃ爆速なんで、あまり気にする必要はないですね。なので一応ね、心の内に留めておくみたいな、そのぐらいに思っておいた方がいいかなと思います。こちらがディスプレイ、キーボード、トラックパッド側です。まずディスプレイは 13.3 インチの 2560×1600 のレティーナ HD ディスプレイですね。227ppi です。ちなみにこのディスプレイの上に、少し見にくいんですけど、ここに 720p 対応の FaceTime HD カメラが搭載されています。そしてこちらがキーボードとなっています。冒頭で言った通り、自分は Apple のオンラインストアで購入したので、いろいろとカスタマイズしてね、いじくっているんですけど、そのうちの一つですね、本来ならば、デフォルト、標準ではこちら JIS キーボードというものなんですが、自分は US キーボードというものにしました。US キーボードは海外で使われているような、ものになるんですけど、この US キーボードになんで変えたかっていうと、まずこれ見た目結構スッキリしてるなって感じ、わかりますかね。あの、自分は日本語入力はカナ入力ではなくローマ字入力でやるので、あのひらがながここにある必要性は全くないんですよね。なので、ただ単にここに英語のね文字があれば打てるので、まずそれがいらない。もうそれだけでも US キーボードでもね、ほんと見た目良くなる、スッキリする、かっこいいのでね、US キーボードでもいいかなって思いますし、あとはね、デリートキーね、ここにありますけど、デリートキーの大きさが少し大きかったりとか、リターンキーね、エンターね、エンターキーで、これは JIS キーボードはなんかとてつもなくでかいと思うんですけど、 US キーボードはとてもちっちゃいで、よく打ちにくいんじゃないかって言われる方いるんですけど、あの実際ね、あんな大きくても打つ場所はこの辺なんですよ。このここ、でUS キーボードここありますよね。全然変わんないです。感覚的には、あ、適当にいつも JIS 打ってるようにポンって打てばリターンキー、エンターキー打てますので、あのそこに別にデメリットでも何でもないなっていう感じはしますね。
あとはね、プログラムを書く方とかは US キーボードの方がいいってよくネットでは言われていますね。まあ、あとは自分みたいにゲーミングキーボードとか、あとは Bluetooth キーボードとかで US キーボードをよく使ってたよって方はですね、ぜひ US キーボードにチャレンジしてみてください。そしてこちらは感圧式のトラックパッドとなっています。音が聞こえるかわからないんですけど、カチカチって音と、あと押した感覚があるんです、ボタンみたいにね。でもね、実はこの感圧式のトラックパッド、押す、へこむみたいなね、そういう機構は一切ありません。でも、まあ、多少ね、こうやって押した時に少したわむってことはあるだろうけど、押すっていうこのなんかボタンみたいなもの機構は一切搭載されてないんですね。でもなんでこんな押した感覚になるのかっていうと、タップピックエンジンっていう、まあ、この押した時に指に振動を伝えるものがここに搭載されていて、そのね、振動でまるで押したような感じになるっていうね、これすごいですよ、本当に。これ今までの、ね、トラックパッドみたいにちゃんと押してるような感覚になりますね。で、このタップピックエンジンはあの Apple Watch でも搭載されてますし、最近発表とか発売されたやつだと、まあ、最近かわかんないけど iPhone 7のホームボタンとかね、あれボタンじゃなくてタップピックエンジンを搭載してね、まるで押したような感覚になるってことで、皆さんね、使われてる方はわかると思うんですけど、本当そんな感じで押してる感じになるといった感じ。あとは iPhone 6S から搭載された 3D タッチ同様にですね、ここでクリック、普通に押す、そして押し込むっていうね、2段階の動作が可能となっております。例えばこのようにファインダーを表示した状態で、ここに画像ファイルがたくさんありますね。例えばこの MacBook Pro のね、テストで作ったこの画像を普通にクリックするとこんな感じになるんですけど、押し込むとこんな感じでプレビューが表示されるようになるんですね。普通にこうやってね、選択するとこんな感じになりますけど、押し込むってやるとこんな感じでプレビューが表示されるっていう、すごく便利。これはね、あと他にプレゼンテーションのファイルとか、あとは他にもいろいろと、例えば PDF ファイルとか、いろんなプレビューもこうやって出せますし、あとはサファリとかで検索しているページとかもこうやってね、リンクを強く押せばね、リンクの中身をね、こうやって少しね、ちょっとだけ覗き見できちゃいするので、すごくブラウジングがはかどりますので、これはね、とても超クソ便利機能の一つでありますね。そしてこの MacBook Pro2016年モデルの一押しポイント、忘れてはいけない一押しポイントの一つといえば、やっぱりタッチバーですよね。はい、ここにタッチバーありますけど、今までの MacBook シリーズはここにファンクションキーっていうね、普通のキーボードと同じように物理ボタンがバーっとね、一列に並んでたんですけど、このタッチバー付きのね、 MacBook Pro はそれが一切なくなってね、全てタッチバーに置き換わりました。タッチバーって、まあ簡単に言えば、ここにディスプレイ、液晶ディスプレイがここにも追加されたっていった感じで、まあ、ソフトウェアキーボードといった感じですね。アンドロイドの方とかね、あのボタンじゃなくてなんか画面の中にホームボタンあったりしますよね。まあ、それと同じような感覚ですね。で、ただいま何も表示されていませんが、ここを展開するとこんな感じで、いろいろと設定項目が出てきますね。で、ここ対応マークがありますけど、ここをこうやってやってスライドを表示すると画面の明るさを変えられたりします。これすごい便利。あとはここはね、キーボードのバックライトの明るさですね。まあ、自分はいつもオンにしてますけどね。あとはお休みね、お休みモードとか、あとはこれはミッションコントロールかな、ミッションコントロールとか、あとはランチパッドとかね、いろいろ出せたりします。ショートカットキーですよね。で、一番端っこにここ Siri がありますね。こんな感じで Siri が起動します。すみませんが、それはできない。まあ、こんな感じでね、さようなら、失礼します、みたいな感じで、まあ、Siri もね、使うことができますね。はい。まあ、ここに一応 Siri を表示してるんですけど、あまり使うかって言われたら自分はどうですかね。まあ、なんか作業しながらお話とかできますよ。一応ね。あとはここ、ここはスポットライトかな。はい、こんな感じでスポットライト検索もできますね。完了と。でも、タッチバーのね、本当のすごいところはね、これじゃないんですよ。これもいいんですけど、すごく便利なのが、あのアプリケーションごとに、表示してくれるんですよね。とてもいいショートカット。例えばね、ファインダーをこうやって出しますよね。で、そうすると、わかりますか？はい、こんな感じで、変わりましたね。で、今これアイコンになってますけど、例えばこれをトリムにすると、こんな感じでトリム表示に変わりますね。こんな感じで、これすごく便利ですよね。まあ、こんな感じでね、ここでいろいろと簡単な、ショートカットを割り当てることができます。Photoshop とかもこうやって起動するとこんな感じで下にね、
こんな感じで検索とかいろいろと設定項目が出てきますね。なんて言ってもね、自分でね設定することができちゃうんですよね。例えばこの今何も表示してない状態ですけど、この上の方ね、この上の方で確かねあるはず、タッチバーをカスタマイズっていうのがねあります。ここを押すとこんな感じで自身でねカスタマイズすることができちゃうんですよ。ここをこうやって展開したりして、例えばなんかこれ選んでこれ持っていっちゃうとか、そういったことができちゃったり、あとはこんな感じで入れ替えたりとか、こんな感じでね入れ替えたりとか、わかりますかね、こんな感じで入れ替えたりとか、いろいろできちゃう。カスタマイズ性がね超高いんですよこれ、うん、であとはもう好きなやつ入れたら完了みたいな感じにできちゃうといった感じだから、ここはもう自由自在、うん、あとアプリケーション別にねすごい自由自在ですし、あとはね例えば大学生パワーポイントとかね使う方いると思うんですけど、例えばパワーポイントで新しいプレゼンテーションをねこうやって開くと、でプレゼンテーションを開いたらこんな感じで、いろいろ出てきます。でここで、ね、例えば新しいスライドとかいろいろと作ったりとか、こんな感じでして、スライドショーでこうやって最初から再生ってやりますと、これ今真っ白画面だから分かりにくいですけど、これスライドの1ページ目2ページ目ってここで切り替えすることもできますし、これ真っ白だから分からないけど、ここに一応でプレビュー画面が表示されますちゃんと、うん、だからすごくねプレゼントとかはやりやすいんじゃないかな。あとはね分かると思うけど、ここにスライドショーの終了ってここでできちゃうからね、結構こういうプレビューとかは便利かもしれない。まあ、これ本当に人によるんでしょうけど、例えばこうやってちょっと一回、保存しないとやって、例えばこういう感じでねショートカットとかあるけど、これよりも結構やっぱ液晶ディスプレイを活かした表示、それがねすごく便利。ちなみに従来のようにファンクションキーを表示したいって時は、このファンクションキーのねこの FN ねファンクションボタンを押すと、こんな感じでファンクションキーの表示に切り替わりますので、とても便利ですね。また設定によってはですね、常時ファンクションキーを表示する、モードに変えられたりとか、あとは特定のアプリを起動しているときは、このずっとこうね、こんな感じでずっとファンクションキーを表示している状態にできたりとか、いろいろと融通が効くので、そこら辺も注目ですね。そしてスペックなんですけど、OS は MacOS Sierra の最新バージョン 10.12.4 です。でプロセッサー CPU は 3.3GHz Intel Core i7 にアップグレードしました。一応ね CPU の選択肢選べるものの中では一応一番性能のいいものにしました。まあプロセッサーはねもう変えることができませんので、ここはもう自分のね使う使用用途よく考えてアップグレードとかね、変更しないとかいろいろ考えた方がいいと思います。そしてメモリは 16GB にアップグレードしました。デフォルト 8GB なんで、まあ単純に2倍増やしたといった感じですね。まあ、このねプロセッサーメモリー、これ両方ね後から変えることはできませんので、本当にご自身の使用用途にこうねよく考えて、この辺アップグレードした方がいいと思います。まあ、結構お金とかもね、金額変わってきますので、よくそこは考えてといった感じですかね。まあ、自分は動画編集とか画像編集とか、まあ、13インチでやる割にはちょっとハードなことも、やる可能性が高いので、ここは思い切って一番上のものを選びました。でグラフィックスはこれは外付けの GPU とかじゃなくて CPU のオンボードで Intel Iris Graphics 550といった感じですね。まあまあって感じじゃないですかね。これは15インチだと外付け GPU とか選べるんですけど、13インチは無理ですね。まあね、自分が今まで使ってたパソコンのグラフィックボード GPU が、NVIDIA の GeForce GT240 なんでね、そこから比べたら全然性能はいいです。デスクトップのやつと比べてね全然性能はいいので、自分的には嬉しい進化かなと思っております。今回は Apple MacBook Pro 13インチ2016年モデルを紹介しました。今後ねまた続報という形で使用感レビューみたいなものとか、あとはもう少し詳細なレビューとかもしようかなと考えています。さらにはですね MacBook のあと周辺機器、USB-C のハブとか、あとはケースとかねスリーブっていうのかな、そういったものもいろいろと買っているので、そんな感じで周辺機器アクセサリー、それをね後日レビューできたらいいのかなと思っております。で、まあ、これからねこの MacBook Pro で、まあ、動画編集とかいろいろやっていくんですけど、まあそうですね、今のところは Adobe の Creative Cloud に加入して、まあ、Premiere Pro とか Photoshop とか Lightroom とか、あとは After Effects とか、まあ、そういったものをね、いじってみようかなと考えています。まあ夢が広がりますね。あ
とはアップルのプロアプリケーション、ファイナルカットプロとかロジックプロとか、まあいろいろと大学でもねそんな感じでやってる友達がいるので、そんな感じで結構影響されてですね、ちょっと手を出そうかなみたいなね、そんな感じでもありますので、本当この MacBook Pro をね大切にね使っていろいろといじっていこうかなと思います。あと動画編集に関してはですね、先ほど言いましたけどプレミアとかファイナルカットとか、まあ、そういうものにこだわらずね、いろんな使いやすいものをね Mac 全然まだわからないので見つけていけたらいいのかなって思いますし、まあ、まずはね MacOS 慣れていませんので、まずは慣れる期間かなと思いますので、とにかくいっぱいいじりまくろうかなと思います。はい、というわけでね、今回は以上となります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ぜひね、評価、そしてコメントよろしくお願いいたします。そして、アイスターンチャンネルのチャンネル登録、ぜひ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 よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。